天狗いるぜ、天狗。もうさ、天狗がいる時点で神シリーズ決定。なんとまさかのさ、6割マシマシ動物。2段出たんだよね、6割マシ動物。これ前回第1弾ね、開封して、めっちゃ可愛かったじゃん。動物の特徴的な、例えばキリンだったら長い首が6割増して、またさらに長くなってるって。動物のさ、動物の生き物の特徴的なところがさらに6割増して、補強されているというか、さらに足されているっていうのが6割増し動物のシリーズなんだけど、こっくり天狗いるんだよね。天狗の鼻がさらに6割増して長くなっているという。で、あと、エリマキトカゲに、ワニに、シバ犬に、で、テナガザルと。まあ、確かに天狗とはいえ、ここまで長い天狗いそうだけどな。鼻、神通力強すぎてさ、かなり鼻が長くなるっていう。でも、まあ、ここまで長くないもんな。天狗は鼻が6割増しで長くなっていると。で、エリマキトカゲはもう見ての通り、エリマキがすごいでかい。エリマキ体見えなくなってるもんね、もうね。で、シバ犬。ベロが6割増して長くなって、かわいいなぁ。柴犬超かわいくない？あとさ、これワニ。ワニちょっとわかりにくいんだけど、これ上顎だよね。ぱっと見普通のワニなんだけど、この上顎が長くなってるっつ。で、テナガザルと。でもテナガザルってこのくらい長くない？最初から手、これ。ウィングスパン半端ねえよな、俺。手がすっげえね。でも、6割増されてるんだよね。可愛い動物たちがマシマシになっていると。全部で5種類ということで、早速今開けたのがエリマキトカゲ。つうかさ、俺これ CM 見たんだよね。クリオンしんちゃん見てたらさ、昨日CM で、これ、6割増し動物の CM で、めっちゃ嬉しかった。自分の好きなシリーズの CM 見ると嬉しいよね。まさか6割増し動物、CM ね、やってるのって思ってなかったから、これスタンドとかないよね。こま立つんか？これ、エリマキでかすぎだろ。これ確かにさ、威嚇にはなるけど、自分も生活しにくそうじゃない？こんだけでかいと、エリマキが。ああ、余裕で自立するじゃん。でも、エリマキトカゲって、ワンチャンわかんない。なんか、土に沈んでいくトカゲみたいな。エリマキトカゲにあんま見えないね。でかすぎて。で、これが、ワニであると。ワニもね、パッと見わかんないんだよ。しかしながらよーく見ると、上顎だけがすごいな、ほら。上顎だけがさ、すごい、こう、噛みにくそうだなぁ。ちゃんと下顎も長くなんないとさ、上顎だけ長くなっても噛みにくそうじゃない？で、ワニちゃんはね、分離パーツになっておりまするので、合体し、あ、長いねぇ。めちゃくちゃ長いぞ。上顎が6割増しになってる。ワニである。かわいい。目がキラキラしてる。上顎長すぎだろ、これ。こんな、下顎も長くなんないと、なんで上顎だけマシマシになってんだ、こいつ。かわいそうだな。飯すごい食いにくそう。で、正直これもメインディッシュ感あるんだよね。メインディッシュのメインディッシュ、ダーディー、シバイーヌ。シバイーヌの可愛いベロが、こう見るとね、ただのシバイーヌからの表情可愛くない。ただのシバイーヌじゃん、ほら。僕シバイーヌ、タタン。僕ただのシバイーヌだよ。しかしだから違う。ベロが6割増しになってる。ベロが6割増し、長え。これ見て、この。ベロの長さ。ベロがこんなに長くなってて、で、このベロをね、この口にシャシャッと、え、待って、こうだよね。これ今回一番可愛いかも。ベロ取ったら普通の柴犬なんだけど、ベロをつけることによって6割増し動物になるという、変身、そう！やべえな、今回の6割増し動物もすげえ可愛いんだけど、やばくない？ワニ、エリマキトカゲ、そして柴犬。でね、これ、テナガザルはあんま違和感ないんだよね。テナガザル、え、こんだけ長くない？最初から。テナガザルって。こんだけな、あ、でもこれでも6割増されてんのか。ここまでは長くないの？テナガザルって。ちょっと後で画像見てみよう。テナガザル、俺最初からこんぐらい手長いと思うんだけど。これでも6割増されてるってことでしょ？手の長さが。ここまでは長くないってことか。え、でもこんだけ長くない？あいつら。そんなに。こんぐらい長い気がするのだが、ここまでは長くないと。いうことですか？本当は。手投げー！ウィングスパン半端ねえな。また確かにここまでは長くないか。え、でも長くない？手長猿って。6割増されてるってことは、まあ、こんぐらいか。本当の長さ。え、これぐらいでちょうどよくない？手長猿。さすがに手長猿とはいえ、ここまでは長くないのかな、本物。でもすぐ、他にさ、ここフェイントでさ、他に増されてるところあるんじゃないか。例えばこの毛のモフモフ感とか、本当はこんなモフモフしてないのに、手長猿だから手を長くすると見せかけての、手はまあこんぐらいで、毛がモフモフしてるとかさ、フェイントかけられてない？これ。
ちでも手だよね普通にね、手がでもこれで普通に見えるわ、テナガザルは。で次がね、俺のいやもう大好きね、一回妖怪来るんだよ、ね、妖怪が。ああ、まあ確かにちょっと置いてみたら長いかもね、手ね、すげえ長い。かっこいいな。でここまでは本当にいるさ動物たちじゃん、実在する。で今回ね、第2弾になってなんか天狗出てきた、妖怪出てきたんだよね。初の妖怪だよ、ラインナップ。一度にもいなかったもん、初の妖怪ラインナップ。ダダン、天狗である。おお、めっちゃ嬉しい。また可愛いんだよね天狗が。俺天狗めっちゃ好きだからさ、本当この天狗のラインナップマジで嬉しかった。俺六割増し動物でも天狗って動物じゃねえような気がするんだけど。天狗動物の中に入っていいのか。まあ生き物だからね。まあ俺らもさ広い意味では動物じゃない、動くもの、まあ、動物とアニマル哺乳類と考えれば。だ妖怪もさ一応まあそうか、動物だもんね、あの天狗。天狗で、まあちょっと待って、鼻をねつけないと。おお、なげえ。これが今回の6割増し動物のメインディッシュのメインディッシュ、天狗である。ぶっちゃけ取ったらまあ、まあでも格好でわかるか、天狗って山伏みたいな格好してこのねあれでわかるかもしれないけど、つけたら余計に天狗感が出るね。さすがだわ、ほらめちゃめちゃ鼻の長い、すっげえ長えな。これが天狗の鼻の6割増された鼻の長さである。ダディー、これもさスタンドとかないってことは自立するってことだよね。え、めっちゃ嬉しいね、この天狗のラインナップは。すげえ可愛いんだけど、天狗。めちゃくちゃ鼻長くなってる。これは第3弾も楽しみになってきたよ。まさか妖怪も入ってくるなんて、天狗も入ってくるなんて思わないじゃん。すげえ嬉しいんだけど、第3弾とかいろんなの出てくるかもね。うわ、マジか。吸血鬼エリートのギターがめっちゃでかいとかさ、めっちゃ面白そうじゃない。まあ、エリートはさすがに出ねえかな。でも天狗出たからな、カッパとか出そうじゃない、カッパ。カッパだったら皿がでかいのか、皿が6割増しでかくなってるっつ。今回は柴犬、エリマキトカゲ、テングちゃんにテナガザル、そしてワニ君であるということで、今回の、ね、第2弾の全5種はこんな感じでしたと。みんなもぜひゲットしてみて、特にテング、俺の推しはテングで、ほらすげえかわいい、見てこのテングの顔よさ。これはナンバーワンでさ、鼻がそそり立ってるもんね、鼻がそそり立ってるよこれ。すごいな、この鼻のそそり立ち具合がめっちゃかっこいいわ。それではでは、また次回、今回のね6割増し動物第2弾でした。みんなもぜひ狙いのあったらゲットしてみて。俺は一応やっぱ天狗だけど、柴犬とかも可愛いからね、テナガザルとかも、エリマキも可愛いかったし、ワニクも可愛いよね、パッと見ちょっとわかんない、でも上顎がすごい長いっつうで、ね、3弾も楽しいだな。次は3弾のね開封動画でお会いしましょう。3弾もなんかねえ、なんか来てほしいね。今回天狗がサプライズで来てるから、3弾もなんかサプライズで、え、これ来んのみたいな、これ動物かっていうのも来てほしいよね。